お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカラムやっていきたいと思います。ちょっと前に流行ってたペッカラムの、まあ、若干変わった形が今なんかね結構使われてまして、何が変わったかっていうと、前ダクブリだったんですよ。このゴーストですね、ゴーストの枠がダクブリからゴーストになってちょっと軽くなりました。でファイボではなくてポイズン型っていうので、まあ理由としては最近ね、ちょっと僕も動画上げてますけど、こやこやが真面目に流行ってる。で、こやこやに対してやっぱポイズンがね、強い、こやに対して。そして、ゴーストは小物に強いんですよ。そのスケルトンとか、なんかアイスピとか、やっぱ高回転デッキに、こう、ペッカ系とかラムデッキってきついんですよね。施設プラスのスケルトンデッキとか、まあ、枯渇、ホグ、クロスとか、そういった系に、やっぱ勝ちにくいっていうので、まあ、ダックプレがゴーストになるとね、その小物に対してちょっと戦いやすくなるっていうので、まあ、小物にも強くて、ペッカがあって、大型にもね、安定して戦える、こちら今日やっていきたいと思います。このラムはね、結構、なんだろうな、本当に何にも負けないぐらい安定するデッキだと思ってください。ラムがあるので、まあ、バルーンとかにもね、戦えて、まあ、空には、まあ、エレキ、マザネク、そして、まあ、ボーポイをね、うまく使いながら、あとは、端前ペッカとかでね、しっかりこう、攻めながらやることによって、全然戦えると思うんでね。さあ、そして今回の相手は、同じか？同じだな、これ。多分。タルバは、すごい今だって。全く一緒だもん、これ。ね。で、相手は、マザネクで受けてきましたね。これやばいな。しょっぱな。マジでね、強いんだよな。で、まあ、ペッカで受けてきたらエレキ追加したいけどね。いや、追加していいと思うな。結局このエレキがね、ペッカの後ろにいることによって、ペッカ対決強くなるんですよね。オッケーオッケー。マザネクの分のね、エリクサーがちょっと俺の方が多いんだよね。オッケーオッケーオッケー。いや、勝てた。で、ペッカエレキの形ね、今みたいに作るのが大事ですね。で、無理に行くと、なんか相手がペッカを出してない状態で、ペッカエレキ組むと、エレキにペッカ当てられてがあるので、まあ良くないんですけど。さあ、まあここはちょっとね、我慢しながら、まあミラー対決の勝ち方はちょっとむずいけど、ペッカはね、やっぱ延命してあげるのが大事かな、エレキとかで。さあ、ここは、ゴーストが戦ってくれる。これはケツペッカでもいい気がするな。このゴーストに対して相手がユニット何か出してくるので、そうそう、それをペッカで回収しながら、まあ、またちょっとね、エリアドゲットっていう感じかな。さあ、ここはまたさっきと同じですね。またエレキ組んで、まあ、もう一枚次をどうするかっていうのが大事になってくるね。まあ、とりあえずペッカエレキ組んで、無理になんかユニット足す必要もないですよね。さあ、ボーポイはしてもいい気がしたけどな、これ。相手のエレキ処理っすね。エレキとペッカは多分ポイズンでほぼ解けるので、まあ、そしたら一応ポイズンでダメージも削れてカウンターも来ないと。さあ、こっからは、僕は変なことをしなければ負けないよねって。変なことって何ぞやって感じだけど。さあ、しっかり間に合わせて。で、これまたケツペッカでいいと思うんだよな。で、相手はワンチャンをつかむ逆サイね、端前ラムプラスのユーノとかは、まあ、あると思うんですけど、今ちょうど冴えてるんでね。で、またペッカエレキっすね。マザネク？いや、ペッカエレキの方が良かったっすね。いや、これ間違えたっすね、ちょっと。間違えたとか言っちゃった。これちょっと逆サイ一回振って、エレキ咲いてるんでね。このラムがなかなか止まんないよね。いや、ちょっとやばいか。いや、でも、オッケーオッケーオッケー。さあ、言うのがちょっと入る。で、この防衛だけね、気をつけて。僕、これ、事故らなければ負けないんで、片サイド防ポイして、確実に対応して、よしよし。説あるな。まあ、逆サイだけね。逆サイだけしっかり見て、これ、U の追加も来るんでね。よいしょ。オッケーオッケー。いや、ミラー対決ね、僕ちょっと苦手なんですよね。まあ、勝ってたんでよかったですけど、まあ、ペッカエレキをやっぱしっかり組む。そして、まあ、相手がね、俺よりも後にペッカエレキを組む。まあ、自分の方がエリクサーが多いっていう状態だったら、逆サイドをね、そこで仕掛けるのもありかなと思いますね。ゴーストラムユーノで、プレッシャー与えると、どっちかは刺さるんじゃないかなっていう。さあ、ナイス。いや、初戦ミラーはちょっと嫌っすね。続いて、ミラーじゃないのね。ちょっと戦っていきたいね。ミラーじゃないのと。さあ、社員さん、よろしく。スケですね。まあ、小物系。まあ、ロイとかも全然ありますけどね。こういうのに対して、ゴーストが非常に優秀ですね。ペッカの前のゴーストがね、強いんですよ。さあ、アイウィズか。スケとアイウィズだったら、クロスとかになるのかな。
おー、いや、来ますね。ゴリゴリ来ますね。さあ、クロスですね。これはね、ロケ打ってくれて今5ワードぐらいあるので、もうケツペイで組んでいきます。まあ、さすがに逆サイクロスはできないですね。来たらもう餌で、もう両サイポケポケになっちゃうんで。さあ、防衛クロス。だとテスラとかもね、来ますからね。さあ、まあ、ボーポイとかも張りたいけど、一旦ユニットぶっぱで、相手コストそんな、え、メガゴだ。メガゴはレアっすよね。さあ、いや、メガゴちょっと強えな。こっちも愛しいな。いや、でも、ロケも打ってるから、あんまコストがなくて、みたいな。いや、もうちょっと入ってほしいっすね。まあ、ナザネク追加が良かったかな。アイゴレイだったっけ、今。これ、メガゴ型って昔の型なんですよ。遅延テスラクロス。テスラが入ってないのかな、多分。そう、だから、まあ、アイゴレイメガゴ。メガゴ無双だけ気をつけて。おー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 。暇なね。多分、暇だったんでしょうね。さあ、ケツペ、ちょっとね、良くないかもしれないけど、まあまあまあ。で、テスラがないんで、ね、まあ、メガゴ無双ですね。アイウィズメガゴか。まあ、今、アイウィズ咲いてるから、まあまあまあ。さあ、で、ゴーストは、ペッカの前に出してあげます。で、マザネク出してあげて、さあ、豚1匹目の、施設が多分ないんでね。あ、OK、これゴーストがね、今、スケをね、やったんですけど、そういう事故がやっぱ起きるんでね。ゴーストのいいところっすね。さあ、しっかりね、プレッシャーかけてあげて、まあ、メガゴがね、マジできついぐらいかな、俺からしたら。さあ、無理せず、まあ、これをね、繰り返していけば、俺のターンが来ますね。アイウィズメガゴがね、非常に硬いです。ちょっとロケとかね、打ってほしいけど、さっき打ったか。で、アイウィズ出てきたらポイズン持ちたいけどな。よいしょ。お、低いっすね。お、相手ミスってんな。あいつさすがにこれミスってる。そして暇ポイズンすぎたかもしれないんですけど、ちょっと低めでね、一応クロスだけ警戒して、来ないか。よいしょ。いや、いいね。マジでメガゴがな、強すぎるよね。俺からしたら。ちょ、メガゴだけね、警戒して。いや、ロケか、これ。トルネロケ、いや、すべてに当たるもんなのか。まあまあまあ。さあ、ロケを使ってくれたら、まあ、俺はね、安心して、後ろからユニット出せるね。まあ、ポイズン削りもちょっとやっていきたいよね、正直。さあ、なんならペッカ行きたいな、これ。よいしょ。アイウィゾーな、マジで。ポイズンでやりたい。ここはまあ、ユニットちょっと追加して。いやー、これちょっとやりすぎたっすね。いや、でも意外と陸上がない。いや、スケに行かなかったら。言うのが走れ。走れる？もう一発？いやー、オッケーオッケー。まあ、悪くない悪くない。コストは使わせられてる。そうそうね。相手もロケ削りしたいと思うんですよ。あのね、クロスがやっぱ嫌ですよね。おまざねく、いや、まざねくゲーナイス。さあ、で、まあ、ロケだけちょっと警戒しながらね、ちょびちょびユニット追加で。この豚のダメージ入ってるんでね。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。で、これまたペッカラム組めそうっすね。で、ゴーストはペッカの前ね。これ徹底してください。めっちゃ強いです。で、この辺に多分ポイズン打っとけば、いろいろと事故ります。で、マザネクも追加してあげてね。オッケーオッケーオッケー。さあ、これは決まったんじゃないのか？ユーのペッカー、はいはい。どっかが通るよね。で、テスラじゃないから、単純にこのラムがきついと。オッケー。いや、まあ、テスラ型だったらまた話は変わったんですけど、ちょっと昔のね、クロス。アイゴレだったらね、まあ、アイゴレがそんなきつくないっすよね、今回は。まあ、クロスに勝てるのはでかいよね。テスラがなかったからね。さあ、続いて、よろしく。もう本当にゴーストペッカエレキの形とか、ゴーストペッカラム、まあ空。まあ、そういう形ができるとめっちゃ強いですね。さあ、ヒーラー。まさかの初手ヒーラーですね。あなたはエリゴレでしょうか、ゴレでしょうか。エリゴレっぽいなぁ。ライドラとかね。ポイズンなんでちょっとね、気をつけていかなきゃ。死にます。ワンパンされちまいます。まあ、でもヒーラーデッキってか、エリゴレデッキって基本ヤナアメなので、あれ？俺のヤナアメなので、ヤナアメなので、ああ、そうっすね。あと、ライドラーがいるんで、同サイドは良くないですね。こう、逆サイいっぱい行くのがいいかな。
やりき、お前自分から打撃変えて死んでるやないか。さあ、であれはライドラを処理するようにマザニック戻しながら、あー待って待って、豚止まっちゃったな、痛いな。これ橋間ペッカはインドラいるからな、やんない方がいいか。うん、ヒーラーか。あーそうっすね、いやちょっと悩んだな、行ってもよかった気もしないこともないけど、あーオッケー、落ち着いていけばいいっすね。さあまあケツペッカして、これは美味しく回収ね。エレキインドに当てれれば別にそれだけでなんとかなるんで、これちょっと怖いんで一瞬だけクッション置きます。さあ頑張ってもらい、でこのエレキがただただはしまいペッカの前に行ってやられるのが嫌なのでと思ったら、めっちゃいいやつやん。ペッカの後ろにしっかりついたわ、ナイス、頼りになるよねペッカくん。さあそして相手は単純にペッカ受けがきついと。でこれ今トレネも使ってるんでね、陸で攻めてあげて、まあこれ正直エリゴリヒーラードラドラ組まれたら守れるかって言われると結構際どいラインなんですよ僕。なのでそれだけちょっと気をつけながら、あと近機動できるともうほとんど勝ち確になるんで、棒ポイしてなんか気合で守ってがやりやすくなるんで、これこっち攻めてからでもいいな、攻めてよいしょ、アチンコスト使わせてね、エレキ無双してもらって、オッケーオッケー、いやこれは勝ったっしょ、なんならダブルペッカいけるなこれ。さあペッカでインドは今回ってない、まあいてるアイドラだけど、さあ勝ち勝ちですね。まあペッカエレキがマジで強いのと、ゴーストユーノそれまではね、本当になんかゴーストユーノタルババあたりで一生カード回ししてみたいなね、もう一回いけちゃうよねペッカ、んジャキーン、まあやりたかっただけみたいな。さあエレキでしっかりライドラのね感電当たらないようなとこから処理していきますよと。いやーいいねこれ、結構強いっすよこのデッキ、何に負けるんだろうね。よろしくー、まあ、トリマゴースト、ゴーストユーのタルババあたりで相手が施設持ってたら、ケツペッカー、んケツラムでもいいです、ケツラムで施設使わせてからのケツペッカーもう結構強いですね。そしたら相手は僕のペッカーに対して施設で防衛ができなくなるんですよ。あ今回とか特にそうですね。で今のゴーストつけなかったのはまあなんだろうな、まだ攻めれないというかね、始まったすぐで相手の方がエリクサいっぱい持っててね、出す必要がなかったんでね。さあ今回ホグクエイクっすね、ホグクエイクはまあゴーストがまた行きますよね。あとはラム防衛とかしながら、僕は無理に攻めても本当に攻め通らないから結構防衛防衛、あとケツペッカで形組んでいくっていうのがいいかな。さあまあロケ砲とかね、ポイズンでやれるのはでかいよね、ファイボじゃないからね。さあまあこれケツペッカするかめっちゃ悩んだけどしちゃったな、悩んだけどしてしまった、まあいいでしょう。今ちょうどテスラが相手ないんでね、このペッカを単純に溶かしにくいんですよね、ロケ砲バルキリースキあたりなので。まあ、ポイズンと、まあ、後衛1枚つけると相手からしたら結構うざいと思うんですよね。さあこれでほぼ解ける、でスケとかもね相手出したいけど、ああいうの走ってほしかったな。で低めスケかなこれ、おうまい、あでもこれバルキリー咲いたらスケとかしかないんですよファイスピーなんで、このゴーストとかの受けがちょっときつくなるよねっていう。そうそうそう、ロケ砲でね多分遅れて対応かとかだと思うんですよ。そう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 、いいね。まあ、陸がバルキリースケファイスピなので、まあ、バルキリーサイズ瞬間のこのゴーストが無双するよね。で、あとは相手のホグはラムとかでね、あ、これ諦めたっすね。しっかり防衛すれば負けない。だね、無理に攻めるよりかは、もう守って、まあ、ちょこんとダメージ与えるよ。守って、ちょこんとダメージ与えるよ。繰り返していくと、結局、タイブレーカーがあるので、ダメージ差で勝てるよねっていう。攻めなくていいんですよ。守れば。僕のダメージがね、やっぱ入らないので、通そうとしなくていい、相手の攻めを入れないようにっていうのを優先すれば、いつか相手の方がきつい時は絶対来るっすね。相手もダメージ入れなきゃ勝てない勝てないっていうので、ね、慌ててクエイク削りとかも来ますし、まあめっちゃ攻めすぎやりすぎな攻めとかも来るんで、
自分の攻めが通りにくい相手には相手の攻めを通さなければいいだけっていうね。まあ負けなければいいですからね、ダメージ。さあナイス、美味しいね。さあよろしく。まあ序盤はちょっとね様子見でいきましょう。でゴーストとか言うのね、この手札がね一番辛いですね。ゴースト言うのタルババどれかあれば、まあ、それ裂けばいいと思うんですけど、まあ、どれもない時はね僕は結構ラムを裂きますね。ケツラムですね。そうケツラムしてちょっとまあ様子伺ってをするんですけど、まあ、ケツラムとりあえずやりすぎると普通に餌になる場面も多いんでね。メガナイトとかペッカとかエレキとかやりすぎは注意ですが、おっと、もしかして君またか。いや今日あー違ったっすね。いやまた俺ペッカラム引いたんかなと思ったんですけど、まあ、ゴーストのランバーなので普通に神器デッキですね。あとインドマジアチャがいますね。まあだからこれエレキ出してもインドで無双されるみたいな感じですね。これ逆サイラムユーネ行きたいな。これいやラム受けかもしかして。こうあーラム受けっすね。あれちょっと待って、俺あのラムライダー右サイドに来たのかと思っちゃってさ、右に出しちゃった。これちょっと危ないですね。左側もう完全強しなきゃいけない。もったいないラムしちゃいましたね。まあ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 これぐらいはね許されます。さあインドラがね今回は厳しいぐらいかな。ラムライダープラスファイボでエレキ処理とか、まあファイボタルのエレキ処理、マジアチャタルのエレキ処理があるので、まあ両サイちょっと振りながらかな。ペッカの逆サイドにコストを使ってそっち対応させて、ペッカの公園のエリキを生き刺すみたいな立ち回りができると理想かな。さあマザネクでファイブ打ってくるかな。ファイブ打ってくる。いやファイブ打ってきたならケツペしちゃうかな。ちょっと甘えかもしれないんですけど、さあこれは全然耐えれる。よいしょ。なんなら美味しいぐらいじゃないのかこれ。うちのゴーストで、いやなんかいるな。相手はここをインドでね。いやインドじゃないんだ。え、ちょっと待って、えインドいない、もしかして。待って、インドラがいない事件もしかして。なんか俺の思ってる感じじゃねえ。いやでもこれ相手きつい、絶対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 きつい、いろいろきつい。いやファイブウェイかこれ。でもいやでも言うのがぶっ刺さる。おっきょきょきょ、いやいいよ。危ない危ない。で、マジアチあるんで、それだけちょっと気をつけて。てか今のでさ、俺、あれじゃないんだね。これ相手最後、端前マジアチだけね。いや、やれないよな。おっきょき。あ、やっぱそうっすよね。こうやってもらって、ペックにね。エレキ？エレキ生きる？熱い。エレキ生きたら、これはもう無双ですよね。やっぱインドラいたっすけどね。相手あのラムで受けるのね、うまかったっすね。ペッカとかあれね、ちょっと俺もできたら何でも守れそうだ。あれめっちゃ強い。あれさ、ナイス。さあよろしく。ホレイ同好会所属されてるんでね、ホレイされないように気をつけたいと思います。まあユーノあるんで、まあユーノとかね。相手でもあれだ、タワレベ8だ。あんでまあサバーカとかじゃないですかね、わかんないけど。もうタイミングさあ、ディガースケってことはまあバルーンかロケット削りか、まあその辺だと思うんですけどね。ディガースケその辺しかないよね。あーやっぱあバルーン、バルーン、バルーンですね。多分バルーン、多分。さああのタワーレベル的なやつでね、もうダメージ入る量がえげついんですよね。タワーレベル8だから、だってもうあと1800しかないっていう相手。さあボムの、ああそうですね、やっぱバルーンのやつかな。これボムタワー壊れたらね熱いんだけど、いや壊れなかったな。いやこのマジでスケワンパンゴーストが最強。これあと相手バルキリーなんでね、まあ真ん中バルキリーとかで行かれちゃうかな。アイウィズ、うんうん。いやまあバルーンなんで、この僕のねペッカとかがなかなか、あれ通るんじゃない。ああ、さすがに通らないか。まあ、あんま通らないと思うんですよ。アイスイズバルキリーとかあってね。
なんですけど、まあ相手のバルーンダメージをいかに防げるかですね。本当ラム防衛一勝して、そしたらいつかね、サイクルが間に合わない時があるんですけど、まあそこをしっかりエリキとかね、他のユニットで守ってができれば熱いかなと。こうバルーンディガーでね、マズネク処理とかもワンチャンあるっすよね。うん。おいで芝トルネしてんな。さあ、芝トルネで負けは言い訳にはできないぞ。さあ、ゴースト組んで、まあ、あと U の追加で多分終わりっすね、これも。さすがに。ああ、もうゴーストもね。走ってもらって、このゴーストがね。よいしょ。さあ、ぴょぴょん。いや、ラム追加やっちゃうか。ちょっと甘えだけど。甘えだけど、普通にコストをいっぱい使ってもらえたら、それはそれで僕はね、もう一回ケツペッカして、とか、流れつかめるんでね。さあ、ペッカも、相手のこれ逆転の勝ち筋は、逆サイバルーン。で、トルネで、どっかやるとかかな。よいしょ。ああ、うまいね。さあ、あと908。いや、こっち最大になったのはちょっとめんどくさいけど、まあ、ちゃんと守りますか。ちゃんと守って。さあ、ラム。これ、ディガーのダメージも抑えれるのちょっと美味しいな。しっかり抑えてあげてね。で、これ、端ピッていい気がすんな。普通に、受けつらいと思うんだよな。よいしょ。さあ、マザネク追加。これ、スキャも出しにくいですからね。低めになっちゃうね。豚が、もうちょっと入ってほしいな。バルキリーが強いからな。お、ペッカワンパン。いや、相手うまいっすよね。なんか、アイスウィズとか。ね、さっきの逆サイの、からのペッカの受けとかもね。さあ、あとはポイズン圏内で終わりと。まあまあまあ、さすがに負けないっすよね。ナイス。はい、ということで今日はね、ペッカラムのゴーストポイズン型ね、使ったんですけど、どうだったでしょうか。まあ、これ見た限りもうウルトラ多すぎるんで、まあちょっと組みにくい方もいるかもしれないんですけど、まあ、ダクプリとかね、あとは、まあ、ホバリングとかに来てもね、いいとは思うので、ぜひね、こちらのペッカラムも皆さん強いので使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。